オジャンタ・モイセス・ウマラタスソはペルーの政治家、軍人、第94代大統領。1962年6月26日、7人兄弟の2番目としてリマに生まれる。父であるイサーク・ウマラは弁護士であると同時にペルー共産党員として活動した経歴を持ち、インディフェナを中心とした民族主義運動の思想的指導者でもあった。オジャンタとはケチア語で、 すべてを見通す兵士を意味する。このため、先住民の出自に強烈な誇りを持っているとされる。日系ペルー人が創設した首都リマにある私立ら、ウニオン校に入学している。そのため多少の日本語は、解するとされる。1982年、20歳でペルー国軍のチョリ女子官学校に入学し、22年間に渡る軍歴を始めている。 ウマラが退役するまでに参加した主な紛争は二つ。一つは1992年、アヤクーチョに本拠を置くペリューの左翼ゲリラ組織、センデロルミノソの総統作戦である。もう一つは90年代に入ってから、埋蔵石油資源をめぐり隣国エクアドルとの国境地帯で小競り合いが再び活発化していたが、これが1995年にセネパ戦争に発展。 ウマラはこれに従軍している。いずれもアルベルト・フジモリ政権下での紛争である。ウマラが最初に世間の脚光を浴びたのは、フジモリ政権に対する反乱を起こしたことによってで、ある。2000年9月、フジモリ大統領の側近である、ラギミロモンテシノス国家情報局顧問が、野党議員を現金で買収する映像が公開されると、モンテシノスはペルを離れ、 パナマに亡命を申請した。しかし亡命はパナマ政府に拒否された上、30日間の滞在しか認められなかった。そのためモンテシノスが帰国するとの報道がペルー国内で流れると、ウマラは復帰を阻止するため決起を決意。10月29日、モンテシノスの逮捕や藤森大統領の辞任などを要求し、仲間の兵士と共にペルー南部のタクナ州、 トケパラで反乱を起こした。決起当初の同志は40人だったが、弟アンタウロウマラの呼びかけにより、300人近い兵士が集結した。ペルーの新聞紙、ラレプブリカが、この反乱に対して、好意的な記事を書いた。彼らは、南部の軍基地の将校などを人質に取った後、鉱山企業の事務所などを占拠した。 しかし数百人の国軍兵士が派遣されると反乱は速やかに鎮圧された。馬ら自身は逃走し地下に潜伏。11月22日の藤森大統領非面まで逃げ通す。最終的には馬らの同士はわずか7人になっていた。その後、軍の追跡に自主投降し逮捕された。軍法会議にかけられ有罪となったが、藤森大統領の亡命後、 国政の実権を握ったペルー議会によって恩赦され、すぐさま軍に復帰した。なお、この事件での死者はいなかった。判断は、結果的に失敗したが、その後、藤森時代の生産を標榜するアレハンドロ・トレド、政権下で、フランスのパリや韓国のソウルに駐在武官として、赴任している。2004年末、韓国の駐在武官であった、ウマラワトチジョ軍を、 強制退役させられた。最終的な階級は陸軍中佐であった。ソウルから帰国直後の2005年1月1日、民族主義運動のリーダーとなっていた弟で元少佐のアンタウロヒキール150人の元軍人らがペルー南部のアプリマック州アンダワイラスで政府に対する反乱を起こした。彼らは地元警察署に侵入し武器を強奪。 警官10人を人質に立てこもり、民族主義的な主張ともにに、オジャンタを含む200人以上の強制退役させられた、軍人の復帰とトレド大統領の辞任、さらに汚職の追放などを求めた。この事件では、警官隊との銃撃戦になり、警官4人、反乱グループ2人が死亡した。兄のオジャンタウマラは、この行動に支持声明を出している。しかし1月4日には、 アンタウロラが逮捕され、事態は鎮静化。後に、アンタウロは、第一審で、禁錮25年の刑となっている。なお、2位、オジャンタが大統領に就任した、直後の第二審判決では、金庫19年の判決となった。ウマラの政治活動の経歴は古く、1988年には、弟のアンタウロと共に、軍内に、ペルーナショナリスト運動2005年10月、 ペルー民族主義党の結成に参加、オジャンタ・ウマラ自ら2006年のペルー大統領選挙に出馬することを明らかにする。藤森政権に反乱した元兵士が政界入りしたことで、ウマラは再び脚光を浴びた。しかし、ペルー民族主義党はペルーの国内法によって大統領候補を出す選挙団体としての登録が間に合わなかった。 そのため国際連合事務総長だったハビエル・ペレスでクエアルが決闘に関与した左派のペルー連合の支持を取り付けペルー連合の候補として出馬することとなったしかしでクエアルは反対したとされるウマラは貧困解消と雇用喪失を最大の公約に掲げ選挙活動を開始出馬当初は無名に近く支持率が伸び悩んだが2006年の大統領選挙で アルベルト・フジモリ元大統領の立候補が正式に却下されると元大統領の支持基盤だった貧困層の票の受け皿の一つとなり急速に支持を伸ばした。またウマラはエネルギーはペルーの財産であり国家が経営に参画しその利益は国民に還元すべきだとして原油や天然ガス港湾部門に対する国有化も視野に入れた国家の管理を強化する意向を、 表明した。さらに天然ガスや銅、亜鉛などの鉱山開発に関わる外資系企業へ過去に遡って課税するほか、採掘権料を徴収して、歳入を増やし、貧困解消のための再分配の原資とする公約を掲げている。こうした急進左派的かつ資源ナショナリズム的な政策は、ベネズエラのウゴチャベス大統領やボリビアの エボモラレス大統領ら南米の反米左派指導者の影響や類似性がある点がマスメディアなどによって選挙期間中に繰り返し指摘されることとなった。2006年1月3日モラレスがボリビア大統領選挙で勝利したことを祝う会合がチャベス大統領の主催でベネズエラで開かれた。この会合にまれも招かれ、その席でチャベス大統領自ら ペルー大統領選挙でのウマラ支持を抗言したことが問題となり、翌日ペルー外務省がベネズエラ大使を召喚。内政干渉であるとして強く抗議する騒動となった。2006年4月9日の大統領選挙第一回投票で、ウマラは375万7735票を獲得して第1位となった。第2位は元大統領で中道左派のアランガルシアで、 298万4881票を獲得。続いて保守系右派の元国会議員ルルデス・フローレスが292万578票を獲得して第3位。藤森派の元国会議長マルタ・チャベスは第4位であった。なお、同日行われた総選挙で生まれ率いる会派は議会最大勢力となる45議席を得ている。 ペルーの大統領選挙は、第1回投票で過半数を得る候補がいない場合、上位2名による決選投票が行われる。第1回投票で、ウマラは1位となったものの、ベネズエラのチャベス大統領の支持表明や、急進左派的な政策に対し、経済界や保守層を中心に警戒感が広がり、決選投票を前に3位以下の候補者が軒並み、 ガルシア支持に回ったため選挙戦後半では、ウマラは苦戦を強いられた。結果、同年6月4日に行われた決選投票では、得票率が45.5%で、アラン・ガルシアの得票率55.5%に迫ったが敗北した。2011年の大統領選挙に出馬する。公約としては、政治腐敗の一層、教育の無料化、憲法改正である。 前回の政策よりも中道よりに変えている。4月10日の第1回投票では31.714%の票を得て第1位を確保する。第2位はケイコフジモリの23.356%である。元大統領のアレハンドロトレドは15.625%で、第4位、第3位はペドロパブロクチンスキーで18.529%である。 6月5日に決選投票が行われ、僅差で当選が確実された時点で、ウマラ陣営で勝利宣言がなされる。オジャンタ・ウマラのペルー大統領就任が確定した。妻、ナディン・エルディアと大統領2011年7月28日、アラン・ガルシア前大統領より大統領職を引き継ぎ、第94代ペルー大統領となった。大統領就任式で、 ウマラは1979年憲法の精神を尊重するとして宣誓を行い、第一副大統領のマルソル・エスピーノサと第二副大統領のオマルチェ派では1979年憲法に対して宣誓を行った。この宣誓はサハイの回帰を前面に打ち出したものと評され注目を集めた。現行の1993年憲法への掲示で、 あるとした藤森派議員から強硬な抗議を受けているが取り消していない。また就任演説では、ペルーを誰もが豊かさと幸福を同じように手にする権利を享受できる場所とすることを目指すとし、経済成長と社会的は足並みを揃えて進めなければならないと語った。馬ら政権誕生後は、ペルーが左派へ回帰するかどうかが焦点となると同時に、議会運営では、 大統領選挙を最後まで争った藤森派との全面対決が避けられない情勢となった。2012年5月に来日。ペルー国民の貧困層の支持を受けけり、貧困対策に期待を集めた。イメージ的には、左派的な政策志向があるとされる。最低賃金を段階的に現状から25%引き上げて、月額750ソルトすることや、これまで。 受給資格のなかった貧しい65歳以上の高齢者への年金支給などの政策を発表する。一方、鉱山開発会社などに増税し、富の再分配をするとしている。2011年の大統領選挙では自由市場経済モデルの堅持を公約とした。閣僚人事にその傾向が伺える。また、アメリカ合衆国との自由貿易協定は、 存続させることとなる。ペリューの富裕層の懸念を解決させる意図が伺える。2014年から中国の習近平国家主席やブラジルのジルマルセフ大統領らと南米大陸横断鉄道を建設する構想を推し進めるも、生まれの退任後にこの計画は凍結された。2016年7月28日に大統領を退任。 2017年7月13日、ブラジルの大手建設会社オデブレヒトによる汚職事件に関連する資金洗浄の容疑でペルーの裁判所が夫妻の身柄拘束を命令し出頭した。2019年5月7日、ペルーの検察当局はウマラ夫妻をマネーロンダリングの罪で起訴した。公式サイト、ありがとうございます。